緊張型頭痛を緩和する、良くする、そういった体操ですね。だから緊張型の頭痛があるときにやってもいい体操なんですけれども、緊張型頭痛ってのは肩、それから首筋、まあ、後ろで言うと僧帽筋って肩甲骨の脇の筋肉、この辺りからの筋肉の硬さがずっと頭の上の方につながって、まあ、頭全体を締め付けられるような、それが緊張型頭痛の一つの特徴なんですよね。で、この首が肩 の首の筋肉が凝ることには違いないんですけれども、できたらそれを支えている筋肉、まあ、首の筋肉の硬さは自分でほぐすっていうのが一番いいんですよね。首はあまりぐるぐる回しちゃいけないんですけども、この硬さを支えているような筋肉、それをほぐしていく。まっすぐ伸ばしてぐるっと回す。今肩を回してるんですよね。大きく回す。もちろん手を曲げ、肘を曲げるようなこういった回し方でもいいんですけども、まあ一回伸びて大きく回す。これは肩を回す運動なんですね。手を回すんじゃなくて肩を回す。で、何をストレッチしてるかっていうと、手のここの大胸筋っていうの、これが姿勢が悪い時はもうずっと凝っちゃう。その大胸筋とこの肩僧帽筋、これをストレッチストレッチ、大きくやるとここでストレッチストレッチっていうのを両方で、肩、頭を支え、首を支えている肩、それから大胸筋、僧帽筋、そういったものをストレッチしていく。これ逆回しにすると、これまた大きく腕回すんじゃなくて肩を大きく回しますよね。そうするとちょうど肩甲骨、手が届きませんけども、肩甲骨の裏の筋肉、僧帽筋ですね、これがストレッチされる。で、これを朝、あるいは緊張型頭痛があって薬でも飲みたいときに、痛み止めの1個分を2分体操して緊張型頭痛を良くする。それが緊張型頭痛を良くする、まあ肩回し体操といえば肩回し体操ですよね。そういった体操が頭痛体操の一つです。